これね、無調整豆乳です。これもパラパラと全体に。はい、どうも、料理のお姉さん、リジです。まあ、たまにはシンプルにね、いきたいと思います。今回は、僕もいい感じに酔っ払ってきたということで、そろそろね、締めに入りたいと思います。あ、いい感じに酔っ払ってたって言っても、まだレベル2ですよ。で、今回はね、いや、いつもね、集大をさらしてるので、そろそろ締めに入った方がいいんじゃないかなっていうふうに思いましてね。じゃないとね、まだ疲れちゃうんでね、いろんなところからね。ということで、今回は適当なね、余りもんで、担々ソース。これをね、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、今日はほんめに簡単です。材料ね、これほとんどこれだけ。あとはね、まあ、ネギとかごまとか入れるんですけども、まあ、もうそんなもん。まず豚ひき肉 60g、 砂糖のご飯が炊いたご飯です。炊いたご飯が 200g、 味噌小さじ1、豆乳 200cc、 これ全部使います。あと白だし、あとはもう、あれ、角屋のラー油とかね、角屋のごま油とか、はい、こういうの使います。はい、じゃあですね、皆さん、まじゅう、浄水を食べる心構えって多分大事だと思います。浄水を食べると心構え、それはね、やっぱ締めを意識することです。で、締めを意識するためには何をしなければいけないかっていうと、今日は氷代わりに凍らせたすだちがあるので、凍らせたすだちをね、今日は今月ですだちチューハイと行こうじゃないか。わたたかた、乾杯。あー、ということでやっていきたいと思います。じゃあまず砂糖のご飯を温めます。と2分ね、2分レンジかける。そうすると炊き上がってのご飯が食べれる。これはですね、皆さんが炊いていただいたご飯でも構いませんからね、皆さん、ね、砂糖のご飯だけでやる必要はありません。まあ、今回はね、見えやすいようにこのフライパン使ってやっていきます。ここにごま油小さじ2、大体これぐらいで、ここに豚ひき肉で、これを、ごま油で、炒めていくんですけども、ここでね、軽く塩コショウ、パッパ塩コショウしてください。塩コショウ、味をつけて、この味をつけて、味ミンチを作る。そしてですね、そしてまあ、ちょっとね、カリッと炒めましょうか。豆乳、はい、豆乳、はい、これね、無調整豆乳です。無調整豆乳を入れてください。調整豆乳でもね、できなくないんですけど、豆乳の方がね、とろみがついて美味しい。無調整の方がね。で、ここに、お味噌。お味噌小さじ1。今回ね、担々豆乳って言ってるんですけど、ごま使ってない。同じ豆類をすりつぶした、この、ね、絞り取ったですけど、豆乳。これを使っていきます。これがね、深いコクが出るんです。で、この味噌ね、ちゃんと溶かしますよ。で、これ白だし。1と、1弱でいいですよ。はい。んで、これね、沸かします。これちょっと沸かしとくじゃないですか。この豆乳の汁はできましたと。で、これは砂糖のご飯は丼に入れちゃう。はい、したらですよ。で、ここに担々スープかけちゃう。で、ここでトッピング、おネギですね。パラパラと全体にやってあげてください。そしていりごま。いりごまもね、ひねりながらやると香りが立ちますから、やってみてくださいね、これね。いりごま。そして、ここにラー油。はい、これね、好みです。僕はね、辛党なんでちょっと多めにかけちゃいます。これでなんと、もう超速編集楽だね、これね。はい、これで担々ソース完成でございます。はい、それではですね、できましたので食べていきたいと思います。あー、皆さん見てください。完璧に締めの状態に持ってきました。そしてさらに締めの状態に持ってきます。あー、まあ、もうまいな。はい、ではいただきたいと思います。いただきます。この雑炊、はい、
おうまもうどこまでもクリーミー。スープ作ってご飯にかけただけですよ。これ豆乳がすごく、だしと味噌が入って濃厚なので、すっごい濃厚、なんかすっごいいい鍋の締めを食べてるやん、これ。そんな感じ。うん、これは締めがはかどりますよ。これは飲んだ後ちょうどいい塩分ですね、これね。うん、そしてここで味変かもしれないでしょ。タンタンと言うたらこれでしょ。山椒とフォアジャオですね。今のこのうなぎにかけるやつですね。これちょっと垂らしてってみてください。これふわーっていう感じですね。はい、そしてこれですね、あのフォアジャオです。フォアジャオもね、山椒とは全然違ういい辛みを持ってる。これね、フォアジャオかもしれない。めっちゃ合う。あ、これね、ぜひね、フォアジャオ持ってない方買ってほしいな。これ、この単体ソースにちょっとフォアジャオ垂らすと、もうね、店の味です、これ。たまんねえ。はぁ、あ。もうしまった。ということで、ありがとうございました。そしてこの焼けた肉とごま油の香ばしさで、まずジャブ、まずジャブ、よし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 、締めに向けて歩っていきますよ、私は。